皆さんこんにちは。株式会社 MP&C の野田と申します。本日は弊社の取り組みについてご紹介をさせていただきたいと思いますが、本日10分のお時間いただいているというところだったんですけれども、予定表を見たら13分ということだったので、その3分何をちょっと話そうかなというふうに思っていたんですけれども、先週ですね、久しぶりにコロナ禍になってから久しぶりなんですけれども、実家に帰りまして、懐かしい街並みをちょっと歩いてですね、私今月で40歳になったんですけれども、その懐かしい街並みを歩きながらですね、商店街に母親と行った思い出を思い出していました。でそこで一つ、あったのが、私が小学校に入る前、4歳か5歳ぐらいだったんですけれども、商店街の八百屋さんに行って、で八百屋で買い物を母親がしていたんですね。でその時に、八百屋のおじちゃんと、そして母親が話している横で、私はトマトの箱に入っていた、トマトが並んでいたんですが、その隅にですね、100円玉が落ちているのを見つけたんですね。でその時に私はその100円玉を見つけてどうしようかと思ったんです。そのまま自分の母親もおじちゃんもその話に注目、夢中になっていて、その100円玉に気づいていない。気づいているのは私だけで、その100円を取ってポケットに入れてしまおうかどうしようかすごく迷ったんです。だけども結局私が取った行動は、その100円玉を拾って、でその八百屋のおじちゃんに渡したんですね。そうしたらそのおじちゃん、安倍さんどうしたと思います？100円くれたんでなくて、その100円をお釣りが置いてあるカゴに置いて、すぐに何かを取り出して私に渡してくれたんです。それが50円玉だったんです。でその50円っていうのをすごく僕は嬉しくて、その経験が今でも、今僕40歳なんですけれども、ものすごく心の中に残っているんです。でやっぱりいいことしてよかったなっていうふうに思ったのと同時に、あ、こんな素晴らしい町に生まれてよかったなというふうにも思いました。今現代社会ではなかなかこうやって地域で子どもを育てるってことがないと思うんですけれども、こういった経験をもとに私が今取り組んでいる活動を紹介させていただきたいというふうに思います。まずはですね、その前に簡単に会社の紹介をさせていただきます。社名、非常に読みづらい名前なんですが、株式会社 MP&C という会社です。マーケティング、プランニング、そしてコーディネーティングの頭文字を取った社名のスポーツの総合マネジメント企業となっております。で具体的な業種というところで言いますと、スポーツチームや団体の、それからスポーツブランドのコンサルティングや人材派遣、そして子ども向けのスポーツ教室や若手アスリートのマネジメント、そしてアスリートを起用したスポーツイベントなど、いわばスポーツといえば何でもやります、何でもお任せくださいというような会社であります。またこの東京都スポーツ推進企業の一覧の中に弊社の名前があって、それを見て問い合わせてきてくれた大学の出身のアスリートがいまして、その熱意に負けてですね、その年2年前になるんですけれども、 MP&C アスリートクラブという名前で陸上部を立ち上げて、今実際に2名のアスリート社員を雇用して、アスリートがの活躍をですね、応援しています。で私たちのミッションは、究極のエンターテインメントであるスポーツで人々を笑顔にする。そしてビジョンは Be a Professional、 スポーツマンシップの体現者たれということで、エンターテインメント企業であるセガサミーグループの一員としてスポーツ部門を担っています。そして私たちの大きな挑戦として、 15.2 兆円への挑戦というものがあります。それは、スポーツ庁が掲げた、2025年に 15.2 兆円というスポーツ市場に拡大をしていこうという壮大なビジョンなんですけれども、まさにそのキーワードはエンターテインメント×スポーツになると私は考えています。下のグラフを見ていただくと分かります通り、左側の
ちょっと字が小さいので読みますけれども、プロサッカーの市場価値、市場規模ですね、が日本とイギリスを比べているもの、そして右側のグラフが日本のプロ野球とアメリカのメジャーリーグを比較しているものになりますけれども、日本は横ばいであるのに対して日米、欧米はものすごい勢いで急成長を遂げているというところがあります。まあ、このような成長、進化、拡大を遂げていくためには、日本でも私たちもこれまでの常識にとらわれないスポーツの可能性に挑戦していく必要があると思っています。そのスポーツ庁が掲げるこの数値目標に対して、どこまでこのスポーツの専門の会社である私たちが本気になれるか、そしてどれだけ多くの人を巻き込めるか、それが私たちが取り組む重要なタスクだと思っております。スポーツというのはやはり真剣勝負、感動、一体感、勇気、活力、子どもたちの夢、憧れ、スポーツマンシップ、そういった素晴らしい素敵な魅力あふれているものであり、これらすべてがスポーツ、そしてアスリートが与える価値であり、その価値を最大化していくことが私たちの使命であると思っております。そしてその活動の一つとしてアスマッチプロジェクトという取り組み、私たちの取り組みがあります。スポーツの力、アスリートの力で子どもたちやその町に感動体験を届けています。アスマッチプロジェクトは単なるスポーツ教室ではなく、スポーツによる町の活性、アスリートのセカンドキャリア、子どもたちの夢、応援、体力向上、こういった目的を持って熱き思いとともにこの活動に取り組んでいます。で、実際にその思いに多くのアスリートが賛同し、このプロジェクトを支えてくれています。今ご覧の通り、かなり著名なアスリートが、ぜひ私たちも応援をしたいということで実際に活動をしていただいたりとか、コメントをいただいたりとかというところで協力をいただいております。ちなみにですね、私身長190センチあるんですけれども、実は私もプロのアスリートとして活躍していた経緯を持っています。2019年2年半前ですね、今の会社にジョインをしているんですけれども、私もこの思いをですね、また新たな別の形で関わっていけるというところが非常に素晴らしいというふうに思っております。俗に言うセカンドキャリア、まっしぐらの状況なんですけれども、現役時代とは違った形でこうやって子どもたちの夢、そうやってそれから感動を届けるような仕事に努めていられることが今とても幸せです。で、このアスマッチプロジェクト、さまざまな活動をやってきましたけれども、なかなか特にこの2年間は苦しい思いをしました。コロナ禍の中で思う存分リアルのイベントができないというところでかなり苦しく悩みましたが、それでもやっぱりアスリートと子どもたちをつなぐ機会を作りたいというところで工夫を繰り返し実現、オンラインであったりとか、そういったこれまでになかった形でのイベントの実施ということも実現することができました。やはりリアルに勝るものはありませんが、それでもオンラインでもやはり本物のアスリートが与える力というのは圧倒的なものがありました。実際に子どもたちはアスリートに勇気をもらい、自信を持ち、失敗を恐れずに挑戦できるようになっていきました。そして自分たちの町を愛し、誇りに思い、恩返ししたいという思いを抱くようになっていました。アスリートの言葉に背中を押されて、ものすごいスピードで成長していく子どもたちを見届けてきました。では実際にどんな活動をしているかというところと、実際にどんなふうにその影響を与えているかというところになるんですけれども、それはまさに社会人としての基礎がスポーツを通じて身につけられると私は考えています。私自身もそうです。スポーツを頑張ってきてよかったと思うのは、こういった力を身につけることができたからです。このようにスポーツが与える力は
本当にたくさんあります。そしてアスリートの価値についてはこのような表にまとめてみました。スポーツ人材全般に言えるのが、目標達成能力、礼儀正しい、精神的にタフ、成功体験、爽やかな挨拶など、そして個人競技のアスリートは特にプレッシャーに強く、厳しい環境に慣れている。団体競技のアスリートは当事者意識、コミュニケーション能力、チームでのさまざまな位置や立ち位置や経験、そしてその中でもキャプテンなどリーダー的役割をしてきたアスリートは伝える力や人を動かす力に長けていると思います。そしてその中でもトップアスリートの方というのは、この個人競技と団体競技の両側面が交わったところで生きてきた方です。団体競技では強い責任感を発揮し、自分に厳しく生きてきた。個人競技でありながら支えてくれる全ての人の感謝の気持ちを忘れずに生きてきた。さまざまな角度から物事を捉えられる、社会にとって非常に価値のある人材だと思っております。自身の経験を伝えることで、子どもたちにより多くの刺激と気づき、そして感動を与え、現役生活と同様に輝き続けてほしいと願っております。そして私たちのこの活動はスポーツ SDGs としての取り組みでもあります。子どもたちのスポーツ離れ解消、健康寿命の延伸、生活習慣病の予防など、トップアスリートの育成だけでなく、すべての人がそれぞれのライフスタイルに合ったスポーツを楽しめる機会を作っていきたいと思います。最後になりましたが、私たちはもっともっとスポーツの力、アスリートの価値を多くの人に知ってもらいたいと思っています。私たちの力だけでは当然足りません。本日この会場に集まっている皆さんが一つになって、この子どもたちの明るい未来、そして地域の活性化、より良い社会を作っていくために、スポーツの力を活用してほしいなというふうに思っています。本日は交流会ということですので、ぜひ皆さんこの後交流をさせていただければというふうに思います。私非常に温厚な性格ですので、ぜひお気軽にお声をおかけいただければというふうに思います。そして一緒にこの東京から大きなスポーツの仲間の輪を作っていきましょう。ご清聴ありがとうございました。